30日東京都新木場ファーストリングにて6 6 6ム1 4 4が開催日高育人が無秩序無差別級王座の2度目の防衛に成功した暗黒プロレス組織666では宮本友好を中心としたユニット新生日高屋がかつて存在し自分の心の中にある日高育人像をそれぞれが自由に表現していた あまりにやりたい放題やっていたため、激怒した本物の日高幾都が降臨。本物と偽物の構想が勃発し、和解と仲間割れと和解を繰り返す中で新生日高屋は2022年12月をもって発展的解散。その後、日高は666に定着。世界の女子プロレス界を騒がせるメンバーが揃ったラム会長らのユニット、レベルエネミー、レネミー、 2男子選手として初めて加入し、今年4月には666の司法無秩序無差別級王座を体感。さらに今月12日には大日本プロレスで BJW 認定ジュニアヘビー級王座を体感してシングル二冠王となり、52歳にして乗りに乗っている。今回日高に挑戦したのは正岡潤、666における正岡はヒール軍、ロスインモアテールズ、ロスインも、 に所属しており、狂気の使用を中心に悪行三昧正岡はレネミーの尾崎舞香に狂気攻撃や髪をつかむ反則攻撃をしながら俺のこと好きか。などとささやく蛮行を頻繁に言っており、その姿はファンや関係者から DV 彼氏のようと評されている。度重なる DV にぶち切れた妹かが正岡にシングルマッチを要求するも、 日高が代わりに進み出て正岡と無秩序無差別級王座をかけての戦いを要求。レネミーのお父さん的ポジションである日高が男気を見せたことで大一番が実現した。子供の頃から憧れていた日高との試合だが、正岡は容赦なし。序盤から狂気攻撃を解禁して日高に大ダメージを与え、顔面を踏みつけつつ弱すぎる。 と日高の頭を撫でるようにペチペチ叩く挑発を重ねる。これにぶち切れた日高が多彩な形で入るリバース DDT を軸に首攻めを展開し、正岡のかかと落としをキャッチして井口ボム。終盤のバチバチの打撃戦を制した日高が野良犬ハイキック、バックドロップ、野良犬ハイキック、岩見銀山と怒涛の猛ラッシュをかけて3カウントを奪った。 日高が右手を差し出すと正岡は握手に応じて心身と頭を下げ、日高の腕を掲げる。ついに正岡が改心した、かと思われたが、その瞬間に正岡がガットショットから髪を掴んで引き倒す。満身創痍の正岡は仲間に背負われて退場しながらも日高に向けて中指を突き立て続けた。日高は故郷である島根県のふるさと親善大使、遣唐使に就任し、 プロレスの力で島根を盛り上げようと奮戦しているさらに島根県や01といった自らのルーツにゆかりある若手に積極的にチャンスを与えるなど目をかけて業界の振興に尽力選手としても確かな実力を見せ続け若手から慕われるみんなのお父さん的ポジションを確立しているプロレス界の水も甘いも噛み分けた日高がこれからどのような光景を見せてくれるのか そして日高の子供たちがこれからどのような活躍をしていくのか。今後のマット界にも注目していきたい。